前回麻雀プロについて、まあ、雑談しましたけど、意外とみんな興味あることなんで、麻雀プロシリーズだったらまあ何パートでもいけるなと。ちょっと喋ってて20分くらい時間になっちゃって、あら無理切った感がありました。ちょっとプロの名前がついただけてもう否定派する、否定と。タバコ吸う人はもう人間じゃない、タバコ吸う、この事実だけでもう何が何でも絶対否定する。こういう一部の、まあ、宗教チックな人は一回置いといて、まあ私麻雀は好きですけど別に詳しくないんで、意外と麻雀の話してるともう皆さんの方が圧倒的に詳しいので、結構勉強させてもらってる感があるんですが、今パッとつい1分前に思いつく麻雀のプロ団体を書いてみました。ちょっと詳しい人からすると、とあれもそれもこれもあるじゃんと。ただ私の知識だと、まあ名前聞くのこんなもんかなと。まあ連盟は聞きます。協会、最高位、どのプロが何かっていうのはあんまり分かんないんですが、まあ一番大きい、この辺がちょっと規模的にどうなのか知らないんですが、まあ2位3位だろうと。で最近なんか聞くのが RMU、 なんか若い気がします。でちょっとなんかミユって聞いたことあるんで、間違ってたらすいません。なんかミユこんなイメージです。抜けてないよね。他になんかあるかなって感じなんですが、まあ上の3つぐらい知っとけば普通の麻雀の人との会話くらいはできるのかなと。で前に YouTube ライブの時に1回調べたら、もともとは最高位っていうプロがあって、そこから連盟と協会に独立したみたいな、そんな話を記憶があります。まあ、詳しくは私は一般人なんで、ネットで調べれば多分分かる情報だと思うんで、間違ってたらすいません。最高位っていうプロ団体一つだけがあって、まあ、当然一つだけだと派閥っていうのがあって、意見も分かれる、スタイルも分かれる。で連盟と協会ができて、なんだろう、まあ多分そのあたりからこうまたまあ会社と一緒ですね。営業成績バンバン上げても給料に反映されない社員が独立と、そんなイメージで多分間違っちゃいないと思います。ただ順番は1番、まあ大手、中小、零細、こんなイメージです。他にもあるかもしれませんが、少なくとも零細でしょうと。大手は別にこれ以外ないと思います。結構テレビに出るのが連盟かな。天保だとなんか協会、こんなイメージがあります。あくまでイメージです。皆さんの方が詳しいと思います。ね、麻雀で今ネットで活動っていうと、ニコニコ動画、 YouTube くらいしかないのかなと。まあアベマ TV とか私ちょっと見てないんですが、この辺は人から聞いた話ですが、アベマ TV、 まあなんか私が知らないだけで、こう知ろうと、そこまでモチベーションのあることではないんで、私が知らないだけと。まあニコニコ動画、有料チャンネル、 YouTube の、まあ、チャンネル、
ネットで麻雀活動っていうとこの2つくらいかなと思います。 YouTube だと連盟チャンネルはありますけど、協会チャンネル、最高位チャンネル、 RMU チャンネル、ミューチャンネル、ちょっと聞いたことないんで、 YouTube だと連盟だけかなと。ニコニコ動画はなんかたくさんあるんで、多分それぞれの団体がチャンネルを持って対局動画やってんのかなと。まあそんなイメージ。スリアロとかってスリアロとかマルジャンっていうのはどの団体なのか、連盟の考えたなんかサービスがスリアロ、ちょっとよく分かってないですね。マルジャンとかスリアロは全くマージャンの団体には関係しなくて、マージャンプロを使う立場な気がします。出演さえ折り合えば、別にああじゃあ連盟一人、協会一人、最高位一人から引っ張ってきて、あとは RMU から引っ張ってきて、この4人で対局しますとか、企画側なのであんまりどこの団体とかないと思いますが、なんかファイトクラブは連盟、 MJ は協会、なんか契約がこういろいろあるみたいなので、ロンロンは連盟かな、ロンロンは連盟、天保はまあまあそのレベルってことです、私の知識は。なので見てる人の方が詳しいです。で、私自身がこうプロに興味がもっとあれば、分かんないことを自分で調べて、まあ皆さんが知ってるような知識を私も知ってると。ありますが、まあまあまあそのうち適当に調べて、一応麻雀動画作ってるんで、皆さんとの会話が一般的なことぐらい知っとかないと。質問コメント、または YouTube ライブで何かコメントが来てもあれ知りませんってなるんで、最低限の知識ぐらいはちょっと勉強する必要あるかなと。ただまあ、あのプロはここ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 、まあこういうのはあると思いますけど、大きく違うの、何が大きく違うのかなと。まあただの団体の違いだけでやってることは一緒かなと思います。ただ連盟は連盟だけでの大会があるとか、協会は協会だけの大会があるとか、最高位はその団体独自の大会がそれぞれあるので、まあそこを基準かなと。例えば皆さんが、私がプロになりたいとどうしても思ってる、まあ選択肢がこうあったとして、まず月会費の安さ、まあ安さっていうよりはそのメリットデメリットを考えるのは当たり前なんで、一番仕事来やすそうなのはなんか連盟のイメージが勝手にあります。なんか一番大手なんで、企業だったりメディアだったりの契約がなんかいろいろありそうだし、なので麻雀でご飯食べていこうと思ったら、やっぱり麻雀のエンターテインメントの提供だけでは難しいと思うんで、いろんな麻雀から離れたパチンコ営業とか、DVD 作るとか、なんだろう、まあ、メディアに出演とか、または全く麻雀関係ない、なんか最近名前が聞く人狼とか、ポーカーとか、
麻雀から離れた何か、プラス麻雀での活動の中の大会で賞金狙うとか、まあちょっとあんまり思いつきませんけど、やっぱ大手の方がそういうチャンスは多いと思うんで、月会費が高くてもそれに見合った機会は提供してくれる可能性があるので、まあ、大手が一番なり、麻雀でご飯食べるだったら大手が一番いいのかなと。じゃあその他はやってないのかって言ったら分かんないんで、まあこの辺はまあ分かんないですね。まあ大会、賞金付きの大会がめちゃめちゃ多いとか、月に5回も6回もやってるとか、そういう団体があれば月会費の値段の高さじゃなくて、麻雀で稼ぐご飯を食べるチャンスが多い団体に所属すると、まあ、これは至極真っ当な判断です。反対に全く大会もやってません。肩書きのブランドネームの強さもありません。メディア出演そういうのも全くありませんだと、月会費が安くてもちょっと所属するメリットが小さいかなと。まあこれは芸能事務所みたいなもんですね。皆さんがタレントでどの芸能事務所に所属するか、バーニングなのかプラチナムなのかレブロなのか、聞いたこともないマースターっていう、マースターガキっていう芸能事務所なのか、事務所の強さで仕事の、まあ、可能性っていうのはかなり違うんで、なんだろう、ここはまあまあなんか大した手でもないんで、もうなんかベタ折りでもいいかもしれないです。もうなんか降りてノーテント、実際まあプロの人が見てるとか、もしあればですけど、あればすごい嬉しいんですが、まあ私のチャンネル、せめて100万人とかいかないと、認知度っていうのは、あんまりないと思います。まあ実際、プロに所属してる意見、人の意見とか、またはそういう人いたら、まあ実際はこうよと、まあ言っていい範囲で、まあ自分が不利になるとか、特定されるとか、そういうのはあると思うんで、いや実際こう中身こうなってるから、いや意外とそんなに難しいもんじゃないよと、なんか私が知らないまあ事実とかがあれば教えてもらえると、単純に私が面白いです。あとは YouTube なんで、動画を見るコメントを見るで、こういろんな人の意見、会話、事実、いろいろ知れるんで、他の人の役にも立つと思います。さっき思いつきでプロの話っていうテーマで思いつきで今やってみたんですが、意外といくらでも話せますね。特に講義をやってるわけでもなく、商品紹介みたいに、これの良さを短時間で、編集カット入れて短時間でバンバン伝えるではなく、もう皆さんが別に麻雀離れて、自分のなんか好きなこと、今やってること、仕事について、無責任にダラダラ喋るってなると、1時間でも2時間でもいけると思います。そんな感覚なんで、普通に内容の濃い薄いは置いといて、話まとまってるまとまってないは置いといて、何時間でもいけそうな気がします。一人前では台本作ってるわけじゃないので、どうしても
まとまってたら逆にすごいんですが、すごいアドリブ力、編集でカット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 、無駄な時間カットカットすればギュッと短くなると思いますが、編集入れるとこういう状態からパッパッみたいなことになるんで、ちょっとそれはやだなと。まあそんな、あ、電池がなくなりそう。まあなんかプロのあれこれに関しては私も面白いし、またはいろんな人のコメントで新しい意見とか、またはプロの人が見てくれてコメントしてくれれば、もしかしたらこう皆さんにいろいろ新しい情報知識があるかもしれないんで、なんか適当にやっていきたいと思います。今回もどうもありがとうございました。つも。